今日は2020年、2月の8日ニューヨークに来ています。これは今日ウエストミンスター読書ですね。なんかこんな感じ、このすごい何ですか、四駆の、これでかいですよ、この車。日本にはないフォードのすごい大きなやつです。ものすごく大きいですよ、この車。日本には売ってないですね。日本の車ちっちゃいですよね、四駆も。なんでこんなでかいんだろう、アメリカの車。今朝のそうですね8時半ぐらいでしょうかね。これは、まあ、毎年もお決まりの、もういつもここに来てますが、ピア91、92、94と呼ばれているところで、これですね、ウェストミンスター読書ケンネルクラブ、違う、ウェストミンスターケンネルクラブ読書です。ウェストミンスター読書ケンネルクラブって言いましたよね。ウェストミンスターケンネルクラブ読書、ほらもう入っていいのかな、こんな感じです。ほら飛行機も飛んでいる。昨日到着しました。いやもう日本はね、もう新型コロナウイルスで大騒ぎなんですよ今。ご存知ですよね、これご覧になっていらっしゃる日本の方々は。もうね、アメリカはね、誰一人マスクなんてしてないですから。ここでマスクなんかしてたらね、あの人なんか何かとても危険なウイルスにやられて、そのなんかもう隔離されなきゃいけない人なんじゃないだろうかみたいな感じで、もうなんかばい菌扱いになってしまいますよね。だから一昨日、僕がまあ出発する前日ですね、昨日じゃないか、だからまあアメリカ時間だと一昨日になるのがまあいいですけど、その僕がそのニューヨークに出発する前日に、そのアジア人女性がニューヨークの地下鉄の駅でそのマスクして歩いてたら黒人に殴られましたよね。あれはまあ、まあ昔から言われていることですけど、その欧米人はマスクをねつけるという習慣がないわけですよ。日本は誰も彼もマスクしてるじゃないですか、街中で。そういう習慣ないんですよ。だからちょっと風邪が流行ったり、インフルエンザが流行ったからといってマスクなんか誰もしないから、その何ですか、マスクをしているとなんかとてももうなんかものすごい危険な、もうなんていうの、なんていうんですか、もう映画の中に出てくる、そのなんかとても危険なウイルスにやられた、すごい危険な状態の人みたいな感じに感じるんですよね、マスクなんかしてると。だから僕もマスクもちろんしてましたが、日本を出るときは JFK について、そのイミグレーションの、あの何ですか、うわ手が冷たい、あの入国審査の時に、もう入国審査がまたすげー長かったんですよね。もうテロがあったから、指を1本ずつ、もう1本ずつというか、まあ4本全部取って、次は親指1本取って、また今度は左手の4本指取って、左手の親指取ってってやんなきゃいけないから、そしていろいろ聞かれますからね。だから一人一人でそうやるから、もうねすごい大行列で2時間ぐらいかかりましたね、入国審査2時間。ずっとみんな待ってますよ、立ったまま。でそこで、そのあんまりにも長いから、その時マスク捨てました。黒人の女性に聞いて、ここ捨てていいって言って、ゴミ箱があったから、あそこに捨てていいかなみたいな、マスク捨てていいかなって言ったら、ああいいわよみたいな感じで捨てましたね。で捨てて、そこからもうマスクしないで出てきて、まあ今ここにいるわけですけど、何ですか、なんていうかな、日本だけが騒いでるんじゃないか、まるで日本と中国だけがまるで騒いでいるかのように、新型コロナウイルスを騒いでいるかのように、アメリカでは誰も何も無関心なような感じ、まあ、もちろんテレビではね違うのかもしれませんが、テレビをつけてないので分かりませんが、あの 街では誰もそのマスクしてない、誰もマスクしてないんですよ。ほら犬たちが、街中では誰もマスクしてないです。誰もマスクしてない、何この看板、寒い、よしもう入ろう、よしちょっともう入ります。だから今年もちょっと行きますよ、ウエストミンスター行きますよっていうか、もうちょっとやりますね。このまま入って怒られるかな、ビデオ撮ったら怒られるかもしれないですね、言われるかもしれない、撮ってもいいですか、ちょっと聞いてみよう。
Can I take video? Can I take video? No? Inside. Okay? No. あ、とてもいいって言われましたね。あ。何も言われませんでした。よし、ちょっと一回止めましょうかね。一回止めましょう。うわ、すごい綺麗な女性いますね。一回止めましょうかね。なんか、セキュリティのセキュリティチェックやってますね。セキュリティチェックやってます。ちょっと一回止めますね。はい、続きを撮ります。ね。すごい可愛らしい女性いますね。こんな感じ。ここでセキュリティチェック、今セキュリティチェックを今まあここでくぐってこっちに来ますね。あれ、こっち側も使ってんのかな。入れないのかな。なんか入れないようにされてんのかな。まあまあいいです。こっち側だけちょっととりあえず取っていきますね。まあ、会場はね入ったらすぐこんな感じです。まあ、ウェストミンスター来たことがある方はご存知だと思いますが、あれこれなんかすあれ下うんち踏んだかと思った。これはアメリカン国家じゃないですかね。スパニアメリカン国家スパニアじゃないかな。その今日はアジリティですから、アジリティの場合はなんかヒーヒー言ってる。これはボーダーコリーなのか。わあ、クラッカーがね。わ、犬飼いたくなるな。もうこれ見るともうちょっとまずいですね。もうやっぱ犬が好きでこの仕事してるわけですから、それなのに犬を僕は今一頭も飼ってない状態なんですよ。それがどういうことか分かりますか。犬が好きで僕はこの仕事をしているのに、犬を一頭も飼っていないという、そのなんていうか、この本末転倒な話。犬が好きでこの仕事をしているのに、この仕事のせいで犬を飼えなくなっているということなんですよ。つまりその何ですか、この犬、いや、この犬の仕事をしているから東京に引っ越して、まあ、海外にしょっちゅう行かなきゃいけないですし、またその僕自身が羽田とか成田にやっぱね行けないと困るんですよ。いろいろ困ることが起きるわけですよ。手続きなんかも僕がやっぱね行った方がいいわけですよ。で、僕が行ったら別にね、もう本当に交通費だけとか、その何ですか、そのもう無料でやろうかなと思ってるので、その今までは結局そのほら関東のその契約スタッフの人たちに頼んで行ってもらわなきゃいけなかったわけですよ。ですからそのまあ3万円ぐらい必要なわけですよ、その手続きをするのに。もう交通費もかかりますね、みんな。だけど僕自身が行けばもういいです、お金みたいなことができるから。だからそのもう関東に住んだ方がいいわけですよ。その分クライアントの方々のお金も少なくて済みますし、そしてその何ですか、僕自身も海外に行くときもその行きやすいでしょ。あ、こういうね、ボーダーコリー、こういうのはねすごい早いですよ。ほらほら、多分ねこの子すごい、こういう子がすっごい活躍しますよ。これはワーキングボーダーのすごいもう典型的な犬ですね、これ、うん、これ多分ねすごい早いこれすごい早いですね。あとロットワイラーもいますね。ロットワイラー、ほら、ヘロヘロロットワイラー、そのね、そのね、ショードッグとしてのそのドッグショーのその
消毒的感覚から見たその犬の美しさとかそういった意味ではちょっとね、それはもうこのアジリティに出る犬たちは違いますよ。それはもうあの消毒 の, あの基準で犬を見るとそれはなんか違うってなる。あ、誰か寝てる。そのだから消毒的感覚、消毒的感覚でその見るとそれはもう、違うことになりますね。でも何ですかこれ、あ、これオーストラリアンシェパードかな。これ見て見て、すごい。これすごい、なんか美しいですね、この犬たち。これね、この犬たちすごい綺麗ですよ。このルックスもすごい綺麗ですね、この犬たち。ほら。これなんか新しいやつできましたね、このキンキラキンのやつ。ほら。このなんかウェスミシャドッグショーのなんかあの、なんじゃないですか、このポインターのこれ、ほらこんなのなかったですよ、今まで。毎年みんな通るな、誰も通る。あ、今よし、さてじゃあ行きますかね。あ、やってるすげえ細い。こっちの方はあれ、どっちがどっちなんだっけな。多分リングナンバーワンの方なんですよね。これね、こっちあのこれ、まあ、トロフィーですけど、こっち側はこんな感じになってます。あっちにだから何ですか、もうよくあるんじゃないですか、ドッグショーで。向こうの方はあのなんかフードとかなんかおもちゃとかなんかいろんなその犬関係関連のそのいろんなものですよ。それで、あ、これはビューティーショーの方ですね。こっちのビューティーショー、まあ、すげえ、なんかこの紫にしてる尻尾、ほら尻尾紫にしてますよ、あの犬たち。わ、すげえすげえすげえ、はい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 、こっちかな。ちょっと待って、こっちだったかな。あれ、なんかこっちだったような気がしますね、競技のスタイルが。あ、もう絶対こっちだ。これ。うわ、すげえ。これあのうわすごい。あれオーストラリアンシェパード、あれ早いな。いや、これはねオーストラリアンシェパードですね、絶対。なんか間違えましたね。なんか間違った。飛ぶ方向を間違えるとあれダメなんですよね。そのバーを飛ぶ方向を、なんていうんですか、
奥から手前の方に飛ばなきゃいけないのに手前から奥の方に飛んだんだと思いますよ今。あ、今年は順番というかその変わったのかな。あ、いや、こっちだこっちだ、こっち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 。これね、僕アジリティにねあまり詳しくはないからわかんないんですけど、これどう違うのかな。そのあ、パピオンだ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 、ほら、うわ、かわいらしいな、うわ、すごい、これがかわいいな。いや、なんかあんな小さい犬が頑張ってるのを見るとすごいなんか嬉しいですね。最近ちょっとねパピオンを見る機会が多くて、まあ、消毒ですけどね、パピオンを見る機会が多くて、そのすごいパピオンを見てるんですよ。その時にその、あんななんか一生懸命パピオンが頑張って走ったりなんかこの障害物を越えたりしてるとすごいなんか感激しますね。あ、これイメージトレーニングしてますねみんなね。ここでこうやってこういう風に来てみたいなことをやってますねみんなね。でここでこうやって犬はこういう風に走るから自分がこういう風にやってみたいなことをこうイメージしてみんなやってるんですよね。僕がカメラ持ってるとわざわざね映りに来る人たちがいるんですよ、カメラの前に。その何ていうか、ね、そのいや、いいんですけど、別に全然 OK なんですけど、カメラに入ろう入ろうとする人たちがいるんですよ。映りたがり屋さんがいる、まあ、うん、まあ分からないじゃないですね、まあ、その気持ちは全然分からないじゃないですね。僕も映りたくなるかもしれない、それで入ろうとするかもしれませんね。ちょっとちょっと僕も上に行ってこれから撮ろうかな。すげえ速そうな犬が来た。ほら、この犬すごい速そうですね。ほら、こういう犬がね、すごい速いです。あ、さっき撮ってた犬。よし、ちょっと上に行こう。下がこれ汚れてるような気がします。なんかあんまりこう手で払うようにすると神経質なやつみたいに思われるの嫌だなって払いませんでしたけど、払おう、ちょっと止めよう。これはボストンテリアですね。
コシェルティですよね。コシェルティだな。たちがものすごく従順にあの飼い主の言うことを聞いているというところになんかちょっと感動するんですよね、これね。これはボストンテリアなんじゃないかな。すごいゆっくりだ。あれなんだこれ、ウエスティじゃないかな。多分ウエスティですよね、次の。あ、すごいなんかゆっくり行ってる。いや、ゆっくりだろうとなんだろうとこれね、結局その飼い主のこの言うことを聞いてこうやってるっていうのがすごい感動するんですよね。あ、前におばちゃんがそった。ちょっと頭が入るようになりました。おばちゃんまで言うとまた怒られますよね。すぐそういうことを、まあ、意図的にわざと言いますよね。そっちの方が面白いかなとか思って、そういうこと言っちゃダメですよね。ダメね。あ、ちょっと斜めに降りたんじゃないかな。どっか逃げようとしたんだ。あれ、これキャバリアじゃないかな。キャバリアですね、これね。キングチャールズスパリニエル。キングチャールズですよ、キングチャールズ。チャールズ王。
ダーコリーみたいですね。あ、オシェルティだ。あ、尻尾なんかピンクにしますね。尻尾ピンクしてる。あ、早い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 。もうなんか一気になんかやる気なくなりましたね。あのトンネルを反対側から入りましたね。もうああいう間違いをするともうね、あとどんなに早かろうと正確にやろうともうダメなんですよね。他のことをどんなにやっても。なんかね、10秒ぐらいプラスされるんですよ。その間違えるごとに15秒とか10秒とか。あ、これ芝居じゃないかな。出されていくから。あ、すごい礼拝はですね。次の犬なんか構えてる。ああ、プードルだな。ミニチュアですかね。スタンダードかな。コリーが出てきたらびっくりしますよ、皆さん、本当に。バーを上げてますね。バーを上げたり足したりしてますね。これすごい。これからちょっとハードになっていきますよ。全部高さを変えてますもんね。I know.
うわすげえ速い、ちょっと運動能力が高い。おおすげえ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 、おすごいすごいすごい、早い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 、ベドリントンテリアじゃないですかね。これベドリントンテリアですよね。Oh my goodness。どっちか。早いな。なんか足を気にした。いやボーダーコリーみたいな、もうこの前の女性が座り始めたからもう全然頭しか映らない、ちょっと笑う。この前の女性が撮っている動画を僕は撮ってますよね。そこの横に座るのかと思ったら、ちょっと人が増えてきたから動きましょうかね。うわなんかあの男性が、よしちょっと行ってみよう。あれパピオンですね。パピオンは結構こうアジリティに出ますね。うわ
あのオーナードタドタしてる。すごいな、シェルティ早いですね。1位だ1位だ、今のところのランク1位ですね。今の時点の1位、36秒70。また反対に入成功したんですね、多分ね、すごい喜んでましたちょっとあのオーナー大丈夫、足が運動神経悪子ちゃんみたいな動きしてますよ、ね、そんなこと言ってると僕自身がなんかもう動けなくなるんですね。あ、どこ行ったどこ行った、お散歩に行ってる、お散歩に行った。あんまり人のそういう悪口とかもなんか些細なことまであまり本当は言わない方がいいんですよね。でもこの人ちょっともうなんか足が悪いかもしれないですね。このyou、uh-huh.
なんか人がだんだん増えてきましたね、その会場に。朝はやっぱ少なかったですね、まだね。僕が到着したのは何時だったかな、時間は見てなかったけど。ちょっとなんかお腹空いてきましたね。ちょっとボーダーコリー攻めて見ていかないと、まだ来たばっかりですからね。ちょっと一回来たばっかりなのに、一回帰ってスーパーで買い物をして、なんかご飯食べてまた来ようかなみたいに思ってます。うわ、アメリカンコッカーだ。アメリカンコッカーとかもできるんですね、アジリティが。言うこと聞いてますね。この犬たちが言うこと聞くのがすごいいいな。いやー、ちょっとボーダーコリーでワーキングのボーダー買いたいですね。買おうかな本当に。それでアジリティ競技しましょうかね。できないかな僕には。それはあんまり自分でやりたいという興味が湧かないからです。まあ、そう、興味があったら誰でも、僕に限らず誰でも、そのこの競技がすごい好きでやりたいなと思ったら、多分誰でもそれは情熱があったらやれると思いますけど、情熱が湧かないからちょっとやれないなみたいな。自分でしたいとまで思わないですね。でもね、ワーキングのボーダーすごい魅力的ですよ。もっと買おうかなと思ってますよ、ね、すごい好きすぎて。こういうふうにその犬をなんていうか見に行ったりとかして、自分で輸入したりとかして、それを他の人のために犬を輸入するんですが、そのああそう、犬を見てるうちにその犬がねすごい好きになる時があるんですよね。もう絶対僕はね、もう何ですか、ロッドワイラーとオフチャルカ、それとワーキングボーダー買いたいですね。ブルドッグもいいんだよな。ブルドッグも可愛らしいんですよね。あれなんだその、うわすごい速い、うわすげえ速い、うわすげえ速い、あれ何の犬種だろうこれ。うわすげえ、あれ、あの何の犬種なんだろう、ちょっと待って、これ何の犬種なんだろう、あれこれ何の犬種なんだろう、
去年もすっごい早かった。この犬だけじゃなかった。出てこないですね。シェルティも早いな。さっきの犬何だったんだ。あれなんだろう、あれそこにいるんですもんね。その犬オーストラリアシェパードかな、シェルティかな。ああシェルティなのかな。シェルティなのかな。すごい会場に人が増えてきましたね。ちょっと止めます。ちょっと、ね。